この日本と言いますのはですね、その石油等のですね、資源のほぼすべてを輸入にしているというような、そのような状況でございます。現在は原油が、その価格がですね、下落しておりますのでですね、比較的低水準ということでございますので、そういう意味ではその以前に比べますと石油がより安価に手に入りやすいといったような状況でございます。またこの天然ガスにつきましてもですね、 LNG といった形で輸入されてくるわけですけれども、これも原油価格に連動する形になってますので、原油価格が下落していきますとですね、輸入の LNG 価格も下落するということになるわけで、その意味では LNG も以前と比べますと、この安価に入手することができるようになってきてなりつつあるというような、そのような状況で、ございます。そういうことで、よくここで起こってくる議論としましては、ではその日本としては石油や天然ガスをですね、購入するというようなことで、それ以上の努力をする必要はもうないんではないかというような議論が出てくるという、出てきやすいような状況になるわけなんですけども、ただ実はこの原油価格の下落というものが今何をもたらしているかというと、それによってですね、一部の、この油田ですね、といったようなものは特にそうなんですけれども、この価格がこの下落することによって、開発や生産といったような、そのコストを割り込んで価格が今下がってしまっているというようなところというのもあるわけでして、これ例えばカナダのオイルサンドといったようなものが挙げられるんですけれども、そうなりますと、そのようなカナダのオイルサンドのですね、プロジェクトといったようなものがこれから始めようと思っていたんですけど、原油価格が下落してしまったので、ちょっと取りやめにしようかとかですね、見合わせようかというようなことになってくるということでございます。もしこれがですね、順調に開発されていれば、例えば10年後といったような時間軸でもってですね、供給が増えていくというようなことになるわけなんですけども、それが増えない場合によっては、その減ってしまう、これ減ってしまうと言いますのは、油田というのは生産をしていくにつれてですね、その地下にあるその資源は減少してきますし、また圧力も下がってくるということで、生産が下がってくるということになるわけで、それを穴埋めするために実は新規の油田等をですね、開発する必要があるんですが、それがうまく開発できないと供給量、生産量というものが下がってしまうということで、将来的には需要を賄うのにですね、苦慮することになりまして、かえって原油価格が押し上げられてしまうという、そういう種を今まいている可能性があるわけですね。そういう意味では、開発といったようなものというものについては、もちろんコストを引き下げる努力をしつつということではあるかと思うんですけれども、その着々とですね、続けていく必要があるということでございます。そして日本はですね、そういう意味では資源がほとんど自国に存在しておりません。海外から輸入をしてこなければいけないと、持ち込んでこなければいけないということでございますので、その原油価格がこう上昇した時でもですね、比較的低廉なコストでですね、その石油等の資源を確保できるようにですね、原油価格が下がったからといって開発の手を緩めることなくですね、着々とそのような石油の炭鉱開発事業というものを進めていく必要というのはあるのではないかなと考えております。ジョグメクとしましては、この日本の民間の石油会社さん等がですね、海外にこの進出をする、海外で石油の炭鉱や開発等を行っていくといった、そういうようなそのことに対してですね、支援を行い、その石油ないしは天然ガス等の資源の開発を促進するといったことをですね、支援をしていくという、そのようなことで、この日本のですね、自主開発原油とないしはそういった石油の資源の確保といったようなものに向けて、努めてまいりたいと
考えております。これはですね、日本のその周辺、それから日本の陸上と、にはですね、残念ながら石油天然ガス資源というのはほとんどないというふうに言われています。ただその周辺の大陸棚にですね、次世代の資源と言ってもいい、メタンハイドレートというものが存在しているわけで、現在そのメタンハイドレートにつきましてはどれくらい存在をしているのかということと、どのようにして、その効率的に開発生産を行っていくかということについて現在研究を行っているところでございます。この次世代型の資源は特にそうなんですけれども、開発から生産までにやはり何十年とかかる場合がございます。シェールオイルにつきましても、研究開発から実際にこう実用化して生産が大幅に伸びるまでですね、やはり 3,40 年程度はかかっているということでございますので、まだそのメタンハイドレートにつきましては研究段階でございますけれども、例えばポストシェールオイルといったようなことを視野に入れつつですね、ないしは 3,40 年後といったようなものを視野に入れつつ、研究開発を行っていくことは非常に有意義なのではないかと考えております。秋田でのですね、そのシェールオイルの研究開発につきましては、私どもジョグメックもですね、その技術支援という形でですね、支援を行っているところでございます。地熱とか石炭とか、そうですね、そのようなものについてもリスクヘッジというようなことで必要になってくるだろうということで、そのようなことに関して、使えるエネルギーはできるだけ使っていくと。日本は資源はないんですけれども、例えばその地熱といったようなものはあると。それから石炭、日本には多少ございますけれども、どちらかというとこれは海外での開発ということになるんですけれども、やはり石炭もですね、資源量としてはかなり豊富にございますので、いかにして、その日本に持ってくるか、もちろん地球環境問題というようなものもございますので、いかにして地球環境にこう負担をかけずにですね、その利用をしていくかということも含めて、考えていく必要があるのではないかということで、そのようなこの石油天然ガスのみならず石炭や地熱といったようなものも含めて、この事業を行っているという、そのような状況でございます。